い、どうもこんにちは、久光です。今回はですね、茨城県にある黒田の滝ってところに行ってみようかなと思います。なんでもね、日本三名瀑の一つとも言われていて、高さが120メートル、幅73メートルのすごいでっかい滝があるらしいんですよね。早速じゃあ行ってみたいと思います。ということで、レッツラゴー。はい、ということでね、袋田の滝にやってきたんですけど、なんかね、滝の近くにある駐車場が軒並みなんか500円とか300円とかなんか有料のものばっかりで、なんか300メートルくらい離れたところになんか無料の駐車場があったので、そこにバイクを止めてね、今歩いております。イノシシ料理のお店があるみたいなんですけど、すごいお店の前にイノシシの剥製がすごい飾ってある。なんかすごい静かでザ田舎って感じの道をね、ずっと進んでおります。今ね、チケットを300円で買って、これからね、入っていこうと思います。とりあえず一番高いところまでやってきました。おー、すげえ、なんだこりゃ。うわー、いや、すごい、めっちゃすげえ、この滝圧巻ですね。そう、なんかね、恋人の聖地とも言われてるらしいんですよね。で、なんか滝の岩肌がハートに見えるらしいんですけど、いや、どれ、多分ね、多分この部分、多分これなんだけど、ハートには見えないね。はい、ということでですね、袋田の滝でございました。すごい綺麗な滝で、めちゃめちゃ大きくてね、流れがすごい迫力があって、すごい面白かったです。茨城県にお越しの際はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあねー。